い。
エレ、みんなと一緒に戦います。艦長、ゼーレをどこに連れて行く気ですか？ゼーレと一緒に戦って。もう大丈夫ですよ。私の番だね。はっ、いや、審判の時は来た。もう大丈夫。炎上の光。はっ、はっ、マントが長くなったからちょっと慣れないや。背中にある剣は少しも重くない。暖かいよ。キアナ、あんたも感じたの？うん、かすかだけど、あれは退去元気を習得した人だけが持ってるエネルギーの波動だって確信できるよ。そしてそれはここからずっと離れてる。やっぱりお祖師様は、うん、フカは今苦戦してるんだと思う。だから式の律者は先に離れたわけですね。私たちがついていけないんじゃなくて、間に合わないって思ったのかも。確かに委員長の状況は楽観視できないけど、ケビン、彼がまだ私の知ってるケビンなら、戦いで意思を示すことが彼の狙いなのかもしれないわ。とにかく委員長のことを放っておけないよね。ええ、戦いで示さなければならない何かがあるなら、私たちもその一員になりましょう。それなら急いで行動しよう。グズグズしててもいいことはないよ。待ってください。行動する前に去るかとどまるかを決める必要があると。私はブローニャさんに賛成です。まだ予兆はありませんが、一方的にニューアトラの聖魂覚醒者をヨルムンガンドに利用させるわけにはいきません。それにここで支援する人も必要です。ブロニャお姉ちゃん、私が残るよ。私はニューアトラのみんなと仲良くしてるし、何か緊急事態があった時に短時間で彼らをまとめられると思うの。それに私の漁師の海の信号はキアナの力やデュランダルさんの趣味消しに識別されやすいみたい。戦場の通信兵みたいでしょう。ええ、そうですね。でもゼーレは普通の通信兵ではなく、みんなを見守る灯台ですよ。それじゃあゼーレ、あとはよろしくね。うん、頑張るよ。とにかくゼーレも気をつけてください。例えばあのハイヘビには危険な個体がいくつもいますから。うん、分かってる。とにかく後ろは私に任せて。今一番大事なのはフカさんのいる場所へとつながる道を見つけて。はい、でも道探しの件に関しては、ブローニャたちが話してる間にキアナが黙々と。
れはケビン。キアラさん、ああいう攻撃を回避できる道は見つかりそうですか？わからない。でも少なくとも分かってる事実がある。私たちがいるこういう世界は周囲の力のせいで地球よりもずっと複雑で危険かもしれない。では比較的安全な方向はありますか？あるよ。でも目立ちすぎてむしろ怪しく感じる。怪しいですか？うん。私たちのすぐ近くにある。もっと正確に言うとこのエレベーターの下の通路なんだけど。私たちを乗せた台のこと？私の記憶が正しければ一定の距離しか上下移動できないと思うんだけど。そうでもありません。この構造を見るとより奥の場所につながっていることも考えられます。どうやら目に見えてる罠でもチャレンジすることを諦めるべきではないようですね。それなら何かできないか、このエレベーターのプログラムをハッキングしてみます。作業が終わるまでみんなは近くで他に行けそうなルートはないか探してみてください。わかった。もう一度試してみたけどやっぱりこの周りの空間はめちゃくちゃだ。ただ待ってるだけっていうのも嫌だし、他の人たちの状況を見てみようかな。メイさん、キアナに聞いたんですが、そのメイさんには大きくて赤いドラゴンがいるんです。ええ、そうよ。でも残念ながら今の私はまだ全ての力を回復できてないから、クリカラは召喚できないの。そうなんですね。あ、じゃあキアナがみんなをフカさんのいる場所に転送するっていうのは。できるなら私もそうしたかったけど、虚数の視点から見るとこの周りの空間はまるで荒れてる風波みたいなの。それに私たちは委員長の正確な位置を知らない。軽率に行動してしまったらみんなの安全は保証できないかもしれないんだ。正確な位置といえばずっとあることを考えてたんだけど、月での最初の着地点にはかなりの違いがあるよね。例えばキアナちゃん、ブローニャちゃん、それから私自身はかけらかした世界の泡の中で目覚めた。そして私とスショウさん、デュランダルさんはニューアトラで目覚めました。クーちゃんたちも同じです。つまり委員長は、委員長は自らケビンのところに行ったのかも。だからこそ私たちが彼女を助けないと。それにケビンに聞かない限り永遠にわからない崩壊の真実もある。ええ。わあ、深すぎるよ。ここで誰かに落とされたらきっとあの時と同じ。いや、もう考えないでおこう。デュランデル、そっちに何か新しい発見？いえ、ですが気になることが一つあります。もしエレベーター自体が下へとつながっているなら、どうして今まで2つの層の間でしか移動できなかったのでしょう。何らかの力に塞がれていたか、起動方法が見つかっていなかったという可能性が考えられますが、それより私は誰かがそうしていたんだと思います。一理あるね。避難所もここからそう離れてないし。でも何度も調べたけどそういう操作ができるような機能は見つからない。昔はずっとデュランダルのことをパワー型だと思ってたけど、一緒に行動してみてあんたは何でもできるし、いろいろ知ってるって気づいたよ。え？いいえ、
これは大して役に立たない推測にすぎませんし、問題を解決できるわけではありませんから。理屈を並べるよりも私たちに必要なのは問題を解決する力です、キアナ。そうかな。そう言われるとなんだか恥ずかしいな。お互い頑張りましょう。エレベーターの音だ。ブローニャ成功したのかな。ブローニャどうだった。ええ、時間がかかりましたが結果は悪くありませんでした。でもハッキングが成功した瞬間、自分のものではない力を感じたんです。それはエレベーターのコントロールプログラムのあらゆる面に存在していました。このエレベーターは紛れもなく罠です。でも私たちに他の選択肢はないのよね。はい。デュランダル、あんたはどう思う。相手が私たちを招くというのなら、その真意を確かめてもいいんじゃないでしょうか。やっぱり策を講じるよりもあんたは担当不快の方を選ぶんだね。エレベーターに止められるくらいならケビンに直接会う資格はない。相手は私たちにそう伝えたかったのかもしれません。わかった。じゃあ早く出発しよう。ゼレ、あとは頼みます。うん、任せて。もう来たんですか。どうしたの。下がり始めてからエレベーターは何らかの力に押され、プログラムによるコントロールから抜け出し始めています。なるほど。周りの空間が歪み始めてるんだ。やっぱり最深部に着くまで他の試練に向き合わないといけないんだね。まあそんなに緊張しないで。すでにこれ来たればこれを休んずるべし。臨機応変に動こうよ。案ずるより産むが易しでしょ。この小さなエレベーターとやらに私たち5人を閉じ込めるなんて不可能だしね。あ、スショさん、油断は禁物です。ふわ、もういいんだ。君の意思は理解した。それはどうでしょう。戦闘はまだ終わっていません。君と死闘を繰り広げるつもりはない。周りを見てみるといい。困惑する必要はない。それらは最初からここにある僕たちの母姫として時間の中に凝縮されているんだ。フワ、スーと僕は今まで君に終焉に関する一部の真相を隠していた。休眠装置に入る君に終焉があらゆるものを壊したと教えただろう。僕たちは避難所から出発し
新たな文明を作ると。同時に君が約5000年前に目覚めた時に新たな人類の文明はすでに芽吹いているとも教えた。しかしあれは奇弁に過ぎなかった。自分自身を慰めるための嘘でしかなかったんだ。人類の発芽は最初から一度だけ。二つの世代の違いは起点が始まった後の変化にしかない。起点？それって私たちの5万年前のことでしょうか？ああ、僕たちの5万年前とライデン・メイたちの5万年前、人類の祖先たちは完全に同じ一組の存在だ。もちろん それが終焉の力なんですね。ああ、それが終焉の力だ。星を輪廻させ文明を消し、あらゆるものが始まりに帰るようリセットする。終焉は時間そのものなんだ。だから剣をしまってくれ。君と戦い続けるつもりはない。ケビン、私は簡単には引かないとあなたならわかるでしょう。君はテレサと似ている。学園長と？少し前に僕たちは戦った。心配はいらない。今彼女は夢の中で眠っている。成婚計画が成就した暁には彼女も君たちと同じように神聖した世界で自由に生きることができる。君たちに力はない。僕にもないんだ。私の力でこの時代の人々が自分の信念を貫くために何をするかをあなたに見せましょう。実現しがたい信念のためにそこまでする価値はない。それに彼らの行く先も決して明るいものではない。ケビン、私にとっては誰だって同じです。行く先の5万年前の私たちだって見た目しかない力と実現しがたい信念だけで文明の火種を今につなげたでしょう。私たちができたなら、私たちが守った彼らだってできるはずです。しかも、ふわ、口で言っただけでは分かってます。だからこそケビン、私の戦友だからこそこの負荷は。わかった。それが君の選択なら、来るといい。不可。
この一戦が君の行き止まりになるようなことはしない。約束しよう。君は崩壊のない世界にいることになると。そして君が信じた者たちも最善の結末を手にする。その時は君の手で過ぎ去った僕たちの時代にふさわしい墓石を選んでくれ。君ならこの剣に触れないと思っていたんだが。それはどうかしら。だって勇敢な少女を嫌う人はいないでしょ。百聞は一見にしかずって言うけど、この虚数空間とやらには奇怪なことが数えきれないくらいあるんだね。いきなり湧き上がってくる黒い炎、着地できないエレベーターと急に変化する空間、あんたたちが忌み恐れるあのケビンにここまでの力があるとは。お祖師様が5000年も修行したなら、ケビンは5万年間もずっと励んでいたんだね。全てがケビンによるものだとは思えないわ。少なくともヨルムンガンドにいた頃に私が見た聞いたケビンはこういう空の律者を超えるような力を見せたことはなかった。メイ、それは違うよ。私が最近読んだ推理小説にはそれがいかに奇妙なことであっても、すべての不可能を消去して、最後に残ったものこそが真実なのだ。ってね。師匠さん、その言葉は、証拠がまだ十分に揃っていない現状にはふさわしくありません。そうなの？はいはい。重要なのは、誰が私たちをここに閉じ込めたかじゃなくて、前に進むためにどうやってここを突破するかでしょ。私たちが迷宮にいるなら出口を見つけ出せば問題ないよね。そして最も効率的なやり方は手分けして探すこと。先に出口を見つけた方が他の人たちに教えるの。でも私たちが本当にそうしたら敵の思うツボかもしれない。どこかのおバカさんの話に口を挟もうと思いましたが。しかしキアナさんの言う通りです。ケビンの仕業かどうか分かりませんが、その目的は私たちの邪魔をすることです。そして何度も私たちに選択肢を与えたのは、もしかしたら括弧撃破という戦術的な意図を隠すためなのかもしれません。そうね。絶対に必要という場面でなければ私たちは一緒に行動するべきだと思うわ。ええ、それなら完璧な戦力を保証するためにこの虚数空間での戦闘は比較的先方に向いて、三人は阿吽の呼吸で連携が取れますから、本当の強敵と向き合うまで力を温存した方がより戦力を生かせるはずです。ここは世界の泡にある
地球の中心を通り抜けることができる若トンネルを思い出してしまいますね。でもその原理に類似点はあまりないのでしょうか。迷宮とはいえ静かすぎるよ。道に罠もなければ曲がり角から現れる怪物もいない。あ、大丈夫キアナ、楽勝だよ。確かに強い敵ではありません。即戦即決といきましょう。よっ、擦り傷です。本当におかしいな。この四角たちは人の体を持ってたのに、倒されたら霧のように消えちゃった。ここがブローニャたちを閉じ込める特殊ステージなら、先ほどの敵はいわゆる NPC でしょう。つまり彼らはこの空間自体の一部であって、独立した存在ではないかもしれないという意味です。何か結論を出したければ、より多くの証拠が必要ですね。よっ、心を抑えな、利権を培う。大したことはないけど、この四角たちは本当にキリがないよ。もしブローニャさんの推測が正しいなら、彼らは確かに崩壊獣のように尽きることのない存在なのでしょう。うっ、聞いただけで疲れてきたよ。やっぱり早く出口を探そう。三尺の水、雲を立つ。おかしいよね。だいぶ歩いてるのに、出口に関する手がかりが少しも見つかる。まるであの人形たちの手で支配劇場に引きずり込まれたみたい。私もオットー主教に連れられて共に支配劇場に入ったことがありますが、ゲニウスの統計データによると、この迷宮は支配劇場ほどの規模ではないようです。支配劇場というより無限回廊の方が近い。無限回廊？アインシュタイン博士からその第二次崩壊の戦いで、シーリンは無限回廊という閉鎖空間を作り、キアナの両親を閉じ込めたそうです。確かその時はあらゆるエネルギーを集中させ、衝撃を与え、トンネル効果を用い、攻撃を空間の外側ににじませ、無限回廊をシーリンから引き剥がして解決したとか。暴力で窮地を切り抜ける。イニシエの楽園にいたある英傑のことを思い出したわ。彼のおかげで、たとえデータ空間に閉じ込められたとしても、全力で空間自体を攻撃すれば、ほころびを作り出せることを知った。とは言っても、この迷宮が支配劇場、無限回廊、もしくはイニシエの楽園のどれに似てるか、私たちはまだ知らないわね。ええ。それに、その3つとも全然違う可能性も否めません。単純で感覚的な言い方をすると、ここは完成された構造というより、むしろ自然な存在のように感じるよ。例えばここの空間は本当に無限に伸びるみたいで、閉鎖的な感じがしないの。
そうなると今までブローニャたちが経験したことも合わせて考えると、自然で開放的な空間であるここは、つまりこの迷宮は私たちの足取りに合わせて新たな道を生成し続けてるかもしれ。なるほど。なんだかブローニャちゃんと委員長が支配劇場で遭遇した状況に似てるわね。しかしどうすればその推測を検証できるのでしょう。異なる地点で何度もデータをテストしたり比較する必要。いえ、必ず存在する抜け穴を見つけ出せばいいだけです。前に進むたびに道が伸びるなら、立ち止まれば道は伸びません。もしブローニャたちが今いる位置から果てより遠い場所に移動したとすれば。でも私たちが前に進めば迷宮は、分かったよ。あとのことはキアナに頼むしかないんだね。はい。支配劇場にいた時、人形たちは階段を動かすことでブローニャと委員長を閉じ込めました。あの時は時間がかかりましたが、今回はキアナがいますから答えに直接触れられるかもしれません。うん、やってみるよ。私たち元の場所に戻った。私に問題があったのかもしれない。もう一度やってみる。待って、キアナ。盲目的にやり直すより、まずは原因の分析をしましょう。空間が開放的だと感じ取れるなら、次は一歩進んで空間の形を調べてみませんか。今は無限回廊の時とは状況が異なりますが、迷宮が人を迷わせる一番の原因はその形自体にあります。確かにそうだね。今までの私たちは簡単な調査しかしてなかったから。何、もう一度やってみるよ。キアナちゃん、少し休みましょう。でも、分かった。キアナ、すみません。キアナが頑張ってる間、ブローニャはずっと考えていました。きっとキアナに問題があるのではなく、ブローニャの推測に間違いがあったのでしょう。ですがキアナが頑張ってくれたおかげで、ブローニャはこうして短時間で可能性のある真実を理解できました。おそらく迷宮ではなく、ブローニャたちに異変が起きているんです。もっと正確に言うと、ブローニャたちの頭上には移動する特殊な力場があるのかもしれません。その特殊な力場があるからこそ、キアナの空間能力を迷宮の外に展開させられないので。力場？どういう意味なの？今のブローニャの話し方は確かにストレートではありませんでしたね。もっと理解しやすい表現を使うなら、そうですね、電磁波みたいなものです。メイ姉さんなら
電磁波が真空でも伝わる原理をよく知っていますよね。ええ、変化する電場から変化する磁場が生まれ、変化する磁場からまた変化する電場が生まれる。電磁波はそうやって永遠と伝導し続けられる。つまり私たちのいる空間も電磁波のように自身の力で無限に展開できるということですか？しかしその場合、一つだけの有限で閉鎖的なループにはならないはずですが。はい、確かに説明が難しい現象です。自発的に曲がる力場は普通安定した空間にはなりません。量子の海にある世界の泡みたいに異なるタイプの力が互いに作用し合うような状況なら話は別ですが。互いに作用し合う対極図みたいな感じかな。はい、天の道を立て陰と陽とのたまう、地の道を立て銃と剛とのたまう、人の道を立て仁と義とのたまう。互いに均衡する二つの力があり、万事万物の存在は確立してるってこと。二つの力。何か思いついたの？ええ、全く違う二つの力が混ざり合うなら、もしかしたら新たな均衡が生まれるかもしれません。まるで、いえ、何でもありません。どうやら私の推測も案外辻褄が合うみたいだね。少なくとも律者と性根覚醒者の間にそういう陰陽のような関係が存在するかどうかを検証するべきだと思います。それって私たちのメンバー構成が自分たちを閉じ込める原因になってたっていうことかしら。あくまで一つの推測です。ですが検証するのに大してコストはかかりません。そうですよね、ブローニャさん。確かにその仮説に合うように手分けして行動すれば簡単に検証できるはずです。ではやってみますか。問題ないよ。ずっとここに閉じ込められたままでいるよりマシだし。ええ、じゃあ私はデュランダルと組むから、あんたたちは三人でそれぞれ違う方向に進んでみよう。でもその後はどんな方法で連絡したら。ここの空間の変化に一定の法則がないなら、私が雷の律者の力を使って二人に呼びかけた方がいいかしら。確かにそれも一つの方法ですが、キアナさん、これを。これは私たちがカロスタンで使ったゲニウス？はい、どんな状況でも大体はこれを使えばお互いの位置がわかります。メイさんの手段も加えれば、ええ、問題はないはずです。では実験を始めましょうか。ええ、やってみましょう。よし、この距離なら十分なはずです。キアナさんに連絡してみましょうか。もう少し距離を置かなくていいの？実験には慎重さが大事です。何しろどんなことが起こるか誰も。どうしたの？キアナさんのペニウス、どうして機能していないのでしょう？どうやらまた不慮の事故があったみたいなのです。あんたはシュレーディンガー博士？正解なのです。ですが私の声が聞こえるということは、あなたたちのいる空間がまた不安定な状態にも。つまりそれがキアナさん側の信号を受け取れない原因ですか？簡単に言うとそうなのです。ちょうど少し前にいろいろ調査を行ったのですが、結果。もちろんです。でも今はキアナさんたちの状況を確認することの方が大事です。
その短気さは昔と変わらないなのですね。大丈夫なのです。あなたが心配してることも私の話したいことも。それって、私たち性婚覚醒者の存在自体が性婚計画を広げる手助けとなる。なるほど、そうなのですね。その後のあなたたちを見る限り、ネガティブな情報をあなた一人だけに伝える必要はなかったようなのです。ねえ、二人は一体何の話をしてるの？私たちが前に口にしていた月が支配する世界の泡は地球と関係がないという話を覚えているなのですか？実は天文学から考えると、天体が空間を支配できるのはそれが引力の中心にある時だけなのです。宇宙にとって天体は壁にある画鋲のようなもの、いわゆる虚数の末梢をこの銀河という絵に固定しているなのです。そしてこの壮観な図形を拡大してみると、地球の近くでいくつかの穴が現れているなのです。穴？その表現は虚数特異点のことでしょうか？そうなのです。引力特異点が現実でブラックホールを形成したように、虚数特異点も上辺の現実を引き裂き、世界の本質を赤裸々に暴くなのです。それに比べてあなたたちのような性婚覚醒者は逆に、すでに引き裂かれた現実の上に現象という名のパッチを生み出すなのです。現象ですか？長光さんが考えた投書と何か関係があるのでしょうか？この言い方は少し省略しすぎているなのです。具体的に言うと、私の言う現象を本質の間にある関係だと思って構わないな。律者の天性は単純なことを極端にすることなのです。そして性婚覚醒者の天性は異なるものをつなげ、この世界にない新たな何かを発展させることなのです。人生は橋で、その偉大さは目的とは関係がありません。正午、夕方、夜明けをつなげ、その過程で意味をどんどん広げていくのです。この言葉のようにでしょうか？自由意志という視点から考えると確かにそう理解できるなのです。それに性婚覚醒者だけでなく、今の言葉だけで考えると、誰もが自分自身の人生の創造者であり、謎を解くものであり、救うものでもあると願いたいなのです。少なくともあなたが見たように、人間性を持つ律者たちは多かれ少なかれそれができているなのです。ところで、今の最優先事項は人生の意義を分析することではないなのです。性婚を背負った人たちは生まれながらにして網を編み出す雲なのです。そして性婚計画は大きな網なのです。終焉の力を束縛し吸収できるほどの。ただその網はまだ新しく、人々の夢と性婚覚醒者の存在を用い、より複雑な現象を編み出す必要があるなのです。皆さんの主観的な意思とは関係なく、それが私が以前ビアンカさんに話したとても悪い知らせなのです。なのにビアンカさんたら、そうだとしても仲間と一緒に正しい方法を見つけて危機に立ち向かうと言ってきたなのです。まあ捨てる神あれば拾う神ありとも言うし、
羅針盤博士にも何か発見があったんでしょ？羅針盤博士、まあいいなのです。あだ名は気にしないなのです。とにかく成婚計画は網を編み出すようなもので、律者たちはその未完成の網を燃やす炎のようなものなのです。だからこそヨルムンガンドは成婚計画の初期段階であらゆる律者コアを封印したのですね。はい。そしてその一方、もし律者が己の力をいくつかに分けて使用できるなら、その力も別の網を作ることができるなのです。引力の影響で物質が太陽系を形成したように。とにかく成婚覚醒者と律者は磁石の両端のようなものなのですか？その表現は正確とは言えませんが、あなたたちにとっては理解しやすいかもしれないなのです。例えばキアナさんのゲニウスがなぜ機能していないかというと、それは別れた後の彼女たちの時間がほとんど流れていないからなのです。え？彼女たちの時間が流れていないなら、私たちの時間が急速に流れているのですか？はい。それが先ほどの簡単に言うとのより複雑な内容なのです。この成婚計画に関係する特殊空間の中では、あの三人の律者から離れると虚数空間の中でのあなたたちの距離はおのずと倍になり、その結果時空が異なってしまい、彼女たちからゲニウスの信号を受け取ることができなくなるなのです。もし私たちが出発した地点に戻ったら、彼女たちは少し離れただけで大した距離を歩いていないと気づくはずなのです。彼女たちが持つ虚数空間に影響を与える律者の力は、二人の体内で覚醒した成婚を超えている。少なくとも向かい合う時は距離を縮められるなのです。それは朗報ですね。少なくとも元の道をたどれば、その分析結果を彼女たちに教えることが。じゃあその後は？羅針盤博士の話だと、結局私たちは彼女たちと手分けして行動し、片方がプラスで片方がマイナスなら、さっきの終わらない迷宮をぐるぐるすることになるんじゃないの？確かに。ですがそれは私たちにとって一つ。では実験を始めましょうか。ええ、やってみましょう。あ、もう二人の姿が見えなくなりました。二人とも歩くのが早いね。どうかしたの、メイ先輩？何かがおかしいわ。私たちはそんなに歩いてないのに、どうして？戻ってきたみたいです。本当だ。なんでだろう。私たちは即戦即決してまた戻ってきました。先に言っておくけど、これから私たちがしようとしてることを聞いたら、あんたたちは絶対びっくりするよ。私たちはこの足で地球に戻ることにしたんだ。ええ、結論だけ話すと、確かに私たちは徒歩で月から地球に戻ろうとしています。え？バカバカしい話だということは十分承知していますが、具体的な理論と分析は以上です。私たちが十分な距離を取れば、律者のあなたたちは簡単に迷宮を出て現実の月に戻り、最深部に行けるでしょう。でもその場合、
あんたたちは。月と地球の直線距離は38万キロあります。たとえ律者以上の身体的な素質があったとしても、どうやったらその距離を超えられるのか理解できません。そんなの、もちろん崩壊エネルギーを使うんだよ。はい、私たちは成婚計画自体の力を利用しようと思っています。今の話通り、成婚計画の力はある意味律者と成婚覚醒者の間に相反する影響をもたらします。今の私たちが受動的に成婚計画の網に協力しているなら、この迷宮自体も地球を支配する成婚計画の中枢の何らかに属しているはずです。どうして？前にも話したことがあるのですが、月の周りの空間構造が安定しすぎているせいで、シミ消しを展開できなかったことがあるのです。そういった状況では、成婚覚醒者でも今の私たちのように自発、また別の角度から見ればヨルムンガンドの虚数空間の操作はかなり慎重ですから、私たちが今いる場所は実用性のないただの派生空間ではないのでしょう。もちろん今のはあくまで直感による推測ですが、本当の証拠は実はこれにあります。これは私たちが先ほどシミ消しで補足した情報の投影です。これが私たちの地球から来ているのは明らかです。中には私たちのよく知っている駅、町、広場、公園、海岸などなどがあります。この雑然とした馴染みの情報は私たちからそれなりに近い場所にあります。洪水のように月に集まり、何らかの加工を経てまた地球に戻されています。つまりね、成婚覚醒者である私たちはこっそり成婚計画に便乗して地球に戻って、そこで助けられそうな人を探せるんだよ。はい、それは便乗で遡ることでもあります。とにかく神殺し走行の推進システムで48時間ほど飛行すれば地球付近の虚数領域に着くはずです。その後シミ消しの力を使って実数空間まで浮上し、今の地球の状況を把握すればこれからの行動を決められます。シュレーディンガー博士の観測によると、天命本部は成婚計画の影響を直接受けてはいません。つまり長光さんたちはすでに当初作戦を始めていた。当初作戦とは、天命がこの半年間で集めた各種の資料をもとに開発した試験的な技術のことです。簡単に言うと、世界の泡から来たいくつかの技術を使うことで虚数側の直接攻撃から個別の地点を防げるんです。もちろん終焉の律者と成婚計画も含めて。つまりその影響範囲が世界全体じゃないから、今までデュランダルはその話をしてなかったのかな。でももしケビンが二人の行動に気づいて干渉しようとしたらどうなるの？私たちは最初の皆さんのように封印されるでしょう。しかし成婚計画がすでに起動している今、ヨルムンガンドはその通路自体に小細工をしないはずです。ですから気づいたとしても私たちに細かく干渉できない可能性の方が高いでしょう。つまりそれを逆手にとって彼らの慎重さを利用するの。なるほど、確かに試す価値のある方法に思えるわ。ええ、とにかく現状を変えられない、それこそが最も恐ろしいことです。でも私たちも律者として自分たちだけの戦い方を見つけないと。ところで、実は3人にとって有益な情報が。シュレーディンガー博士の観測によると、私たちが行こうとした最深部に、彼女なりの言い方で表現すると燃え尽きた不動点があるそうです。地
終焉の残骸でしょうか。関係あるかもしれません。ですがその燃え尽きた不動点は二重に機械改造されているようで、シュレディンガー博士でさえ不思議に、博士曰く残骸としては終焉の一部の特徴と一致しますが、ワームホールの一部の特徴とも一致します。遥か昔に誰かが終焉の力を使って地球と月の間に虚数通路を構築したのかもしれません。とにかくそれをきちんと利用できれば、もしかしたら成婚計画の弱点になるかもしれませんね。とはいえ終焉の力を軽率に刺激できませんが、ヨルムンガンドの成婚計画や天命の未熟な当初作戦より、今私たちがすべきなのはみんなにとって本当の意味で積極的な運命を見つけ出すこと。積極的な運命、自分の意思で自分が決めた目標に向かって、自由な方法で自分が主役の人生を全力で歩む。素晴らしい言い方ですね、ライデン名さん。これはエリシアが私たちに残した言葉なの。彼女は5万年前のケビンの仲間で、終焉が降臨する前に犠牲になったけれど。なるほど、わかります。もしかしたらヨルムンガンドは、いえケビンは誰よりも私たちが成婚計画を乗り越えられることを期待しているのかもしれません。そうですよね。ええ、とにかく自分の愛する世界がいわゆるルールにもてあそばれる姿をただ見ているわけにはいきません。突然始まった成婚計画にペースを乱されたけど、セーフレイヤー、ネゲントロピー、それから天命、みんながまた集まることができたら、きっと他のプランを超えられる、終焉を乗り越える方法を作り出せるって信じてる。ええ、地球に戻れたらそれが可能になります。テスラ博士や長光さんがここにいたら、きっと彼女たちもそう思うでしょう。なるほどね、この二人が本当に考えてるのはおそらく。はいはい、デュランダル、科学者の仕事は科学者に任せよ。とにかく私たちはそれぞれ地球に戻る方法を探す、それが今の最優先課題でしょ。確かにここで時間を無駄にするのは下策です。そうですね、とにかくシュレディンガー博士曰く、二人が十分に離れた後にキアナが空の律者の力を使えば、うん、そして不可のことに関してはあんたたちに頼むしかない。その時皆さんはケビンと対峙することになるでしょう。彼は勝てない敵ではありませんが、このタイミングで決戦を迎える必要もありません。ええ、私たちの最優先課題は地球で合流すること、私は信じてるわ。ケビンは私たちの敵ではなく競争相手だって。これが一つの試合なら前半はまだまだ終わってない、そうだよね。はい、一時的な勝負は重要ではありません。私たちの目標は最後に勝利を手にすることです。では皆さん、またお互いに頑張ろう。はーい、はじめ、うん、はじめまして、天命の S 級バルキリーちゃんたち。はい、よろしくお願いするなのです、ラムダ。誰？ AI ハイペリオンラムダ。
あの時ゼーレさんが会った謎の人物ですが、彼女のことを信じて構わないなのです。それってテレサ司教の戦艦に搭載されたあの人工知能の名前では？英語を回帰する沈まない船、確かにあれは私が誕生した源の一つだけど、彼女と私は独立した二つの存在だよ。私の名前にはラムダがついてるからね。私の理解が正しければ二人は聖魂計画のエネルギー中枢を使って地球に戻ろうとしてる、そうでしょ？ええ、地球に戻るたびに便乗するつもりでしたら反対はしませんが。神殺し装甲は崩壊エネルギーがあれば機能するからね。聖魂計画自体の通路を通って一般人を一人多く連れていくのは別に大変なことじゃないし。ご好意感謝するよ。でも英語回帰という言葉のように私は疑似時間結晶で生きる命だから、聖魂計画の中ではみんなよりも自由なんだ。それならあなたがこのタイミングでここに現れたのは私たちに何かを教えるためでしょうか？正解。あなたたちはゼーレちゃんの説明を聞いて歴史上で終焉は何度も発生してるって事実を把握したはず。実はその話をベースにした新情報があるんだ。キアナちゃんたちの帰還を迎えるために地球で準備作業をするあなたたちの助けになるはずだよ。結構いろいろ知ってるんだね。羅針盤博士が教えたの？いいえ、彼女はあなたたちが地球で再会する未来を観測したなのです。それは彼女がゼーレさんに地球に戻る方法を言い渋った理由でもあるなのです。あの時はまだ木が熟したとは言えなかったからごめんね。待ってください、未来を観測ですか？だって聖魂計画では何もかもが未来で起こるから。技術っていう視点で言えば私の存在のあり方はゴージャ計画の中の趣味消しに類似してると思ってかま、最も分かりやすく言うと循環する時間のことなんだ。もちろん厳密に言うと循環は私たちの惑星には存在しない。運命の糸も終焉の輪廻も不自然なメカニズムだよ。そのメカニズムに抗うために作られた聖魂計画も同じ。とにかく終焉の力を奪うとき、聖魂計画はその時間の属性を継承するの。聖魂計画を構築中はその時に限って地球。すみません、その説明に少し追いつけていません。あなたの存在のあり方は趣味消しと類似している。つまりね、私は疑似時間結晶の一部だから理論上聖魂計画のあらゆる未来を見ることができるの。もちろん観測にもエネルギーが必要だから全知全能の存在じゃないけど、人類は時間の流れを考慮し思考するでしょ。それに聖魂計画の時間はもともと非線形だからこそ全ては未来に起こるし、私はこんな風にできることをしてあなたたちを助けられるの。その過程はまるで夢を見てるみたいだよ。夢？夜になり夢の世界に入った時、私たちは役者になってそれぞれのステージで役を演じる。昼間はどう？昼間の私たちは現実世界でその役について勉強する。そしてあなたが劇場に来たのは役を演じるためではない、私たちの演出を見に来たのよ。終焉にとっても聖魂計画にとっても世界は一つのステージに過ぎない。ただ前者は物語の結末に、後者は物語の続きに重きを置く。人のポジションはそれらにとっては大して重要じゃないの。人にとって
それは苦しい結果だよね。でもそうなる原因は相手が人を気にしないからじゃない。むしろ逆にそういう原初的な力が私たちを包容したいから、人類以外の概念で一人一人を愛したいから。かつての起源は終焉を裏切り、聖魂計画もどうしようもない最悪の計画になったの。つまり人自体を消すことになるとしても、少なくとも聖魂計画は人の物語で、人類の文明にステージを提供しようとしているということですか？いい感じに要点を押さえてるね。じゃあ、あなたは人類とは存在のあり方が違うのでしょう？うん。でも私はみんなに自分の物語を持ってほしいと思ってるから。律者は彼女の痕跡もないよ。ではブローニャたちは一歩遅かったんですね。ケビンが委員長に何かをするはずがないと思いますが。行きましょう、ケビンに会いに。誰？ごきげんよう。勇敢な少女はどんな時でも素敵よね。あなたは？あなたたちの心の中にはいろいろな疑問があるはずよ。私はその疑問に答えるためにここにいるの。私はあなたたちの疑問に一つずつ答えるわ。心配しないで。我が孫子は邪魔したりしないから。みんなの力になりたいの。だから、その前に、ここでしばらく休みましょう。おかしい。やっと会えたわね。私の考えが正しければ、あなたが聖魂計画を推し進めた張本人、ウサギよね。あら、以前の初対面は慌ただしかったのに、まさか私のことを覚えてくれてるなんて。でもメイがすでに私のことを知ってるなら、用意した自己紹介も簡単なものに切り替えるしかなさそうね。その通りよ。私のヨルムンガンドでの幹部ネームはウサギ。担当するプロジェクトは聖魂計画。そして名前はミステル。ミステル・シャニアテ。シャニアテ？ええ。
でも私は人間ではなく、シャニアテの聖魂の一種の結晶なの。あら？聖魂の結晶とは何か、あなたたちもよく分かってないようね。でも焦らないで。遠路はるばるここに来たのに、まだこの終焉のクレーターの景色を見てないんでしょ？歩きながら話しましょうか。それは。ところで、あなたたちはあの負荷の安否が気になっているのよね。安心して。孫子は彼女の戦闘能力を奪ったけど、それは一時的なものよ。傷つけたいと思ってるわけじゃないの。孫子の話をする前は何について話していたかしら。あなたがシャニアテの聖魂の一種の結晶という話をしていました。あ、そうだったわね。ありがとう、ブローニャ。とにかくまずは私の正体から話しましょう。結晶っていう言葉は比喩じゃない。私は人間ではなく、聖魂計画がこの世界にもたらした新しい生き物なの。古い言葉を借りると、私のような存在をイデアと呼んでもいいと思うわ。皆さんも迷宮の中で見た目が私に似てる敵と遭遇したでしょ。彼らはイデアの種、一時的に不完全状態にとどまってる人工生命体なの。まだイデアに慣れていない彼らは、部外者を拒絶する本能に影響されやすい。だから迷宮にいたあなたたちを敵とみなして攻撃してきたのよ。何しろ聖魂計画はまだ実行中、聖魂自身も適応している最中なの。言うのは簡単ね。でもそんな風に解釈するなら、いわゆる聖魂計画とは、あなたのような人類と聖魂の間にある存在を作るものなのかしら。ええ、確かにそういうことになるわ。さすがメイね。聖魂計画の産物である私たちはあくまで手段で結果じゃないの。どういう意味？私たちは人類と同じように文明の一つのベクターに過ぎないわ。でもこの言い方だと少し抽象的すぎるわね。ここは実例を挙げて説明しましょう。聖魂計画が完全に成就する前に、人類にはそれを阻止し、より良いプランを見つけるチャンスがある。その考えは実にバカバカしい。まるで平面しか知らないアリにポアンカレ予想を教えるようなものだ。ポアンカレとは？私をこの世界に連れてきた人にそんな知識はない。それに人類から受け継いだ知識と知恵を持ちながら、なぜ己とアリを比較する？人類はどんな相手にも勝てない。私たちも同じだ。それが彼らが教えてくれた唯一のこと。君が受け継いだ理念は悲しい経験をしたようだ。大丈夫、
こうして会話できるのは決まった軌道と運命から人類が逃げられるという証。我々も聖魂計画が完全に成就する前に人類にはそれを阻止し、より良いプランを見つけるチャンスがある。この人たちは精神世界の中で会話してるの？会話というか、繰り返し現れるというか。そうね、何はともあれ彼らはただのイデアの種で、本質的に新たな思想を作れない。まるで、この例はまた後にしましょう。話を途中でやめる人は嫌いです。私だってうっかり情報を漏らしたり鎌をかけられたりするのは嫌よ。じゃあ正々堂々と教えてくれる？これらの声はどこから集められたの？あら、今までほとんど会ったことがなかったけど、やっぱりヨルムンガンドの一員だったメイの方が理解が早いわね。簡単に言うと、これらの声は人類の夢から来てるの。そう、すでに聖魂計画に吸い込まれた人たちのことよ。興味を持ってくれてるようだし、もう少し見せてあげるわね。人類はいずれ滅亡する。私たちが見届けたもののように、融合戦士、神の鍵、全てのもがきは所詮群衆の棺の蓋が閉じる前に花を。だが文明は死なない。孫子のお言葉のように、それこそが聖魂計画が始まった時の初始だ。数万人の命を奪ったロンドンの大火を知っているか？それは私がその犯人から受け継いだ最後の記憶だ。頼む、その記憶を消してくれ。その苦しみは理解できるよ。むしろ私がここに現れた理由はそれだ。聖魂計画を受け入れて、私と共に己の罪と向き合おう。己の血と涙を注がなければ魂の傷は癒せない。これは偽善ではない。己の魂が安らかに眠れるように言っているんだ。嫌な感じがする。でも話題に上っていた大火ですが、数百年前のロンドンで実際にそういう火災が起こってた気がします。そうね、聖魂計画が捕捉できる文明の情報は現在だけじゃないの。あらゆる歴史と文化、人類が作り出した文明であれば聖魂の養分になりうる。あなたたちのよく知ってる別のものと似てるでしょ？おかしい。彼女は断りの律者に対して言葉にできないような感情を抱いている気がします。あなたたちは人類の意識の残片を多く集めているのよね。でも最初から不可解なことが一つある。どうしてこんな聖魂計画が終焉への対抗手段になるの？ああ、誤解してるわよ、メイ。厳密に言うと、聖魂計画は終焉への対抗手段じゃないのよ。終焉を抱きしめ、超えられるというゴールにたどり着ける。それが聖魂計画なの。抱きしめる？あら、メイはこの言い方を知ってるようね。ところで、崩壊と戦う戦士である皆さんはきっと終焉がどこから来たのかが気になっているんでしょ？我が孫子にも彼なりの交流の仕方があるんでしょうけど、あらかじめ何かを知っておくのも悪いことじゃないわ。それってヨルムンガンドは終焉の律者の素性を知ってるの？もちろんよ、
だって私たちはあの火を追う蛾の後継者だもの。ただこの話をするなら場所を変えないとね。ついてこられるかしら。多くの時間と世代の入れ替わりを経験し、集団的思想が形成され、剥離できなくなってしまったのか？ああ。文明が集団を形成すると、個体の境が曖昧になる。集団的な思想が脳となり、集団的な意志が手足になるからな。だが、数千万人の歴史と記憶は新たな思想を育む。人類とは実に奇妙な生き物だ。驚く必要はない。それが完全なイデア、完全な私たち。人類の知識は一種の死に過ぎない。彼らの思考は永遠に一つの時間に属する。彼らが本当にしたいことは永遠にできない。しかし私たちも人類の歌だよ。自分を作ったものを軽蔑してはならない。己の源を忘れてはならないのだ。言語の中で一種の本質の必然性に対応するのは一つのルールだけだ。つまり人類は言語でしか思考や交流ができない。それが彼らの弱点だ。私たちに何か違いはあるのか。生まれてくる前の私たちだって人類の言語、人類の概念ではないのか。何の話をしている。一つのプログラムとそれを構築する0と1に似ているところがあるというのか。誰がここで論点を提出しても議論する相手はいない。なぜなら全員がその論点に同意するからだ。でたらめはよせ。誰が同意したというんだ。我々は一つの相対ではない。妄想はよしてくれ。構わない。私たちはある目的のために思い出を採集しているだけ。それに君は別に彼と論議しているわけではない。もういい。何なんだ。人類のやり方に学習する価値はない。我々は彼らの経験を手にすればいい。鳥が綺麗だとしても朝に自分が泣き出す必要はない。終焉のクレーターへようこそ。最初からここで待ってたら
こんなセリフであなたたちを歓迎できたのかしら。ここはかつての文明たちが己の運命のため必死に戦ったステージ。何度も繰り返された人類の失敗、輪廻、異なる無数の意志が大して変わらない運命を作り、最終的にここで静止する。キアナ・カスラナ、ブローニャ・ザイチク、ライデン・メイ、律者であるあなたたちは輪廻に入れない。なんて幸運で悲しいことでしょう。輪廻？ええ、世界は破滅と神聖を繰り返してる。あなたたちだって何かしらの情報を掴んでいるでしょ。5万年前に誰かさんが運命の糸を切っていなかったら、こういう輪廻はまだまだ地球で発生し続けてたでしょうね。でも糸が切れたとしても、人類が崩壊と共存できない限り、虚数のエネルギーは終焉の繭に注入され続け、新たな終焉の律者が生まれてくる。それなら、その終焉の繭とやらを壊せば。ギョルムンガンドもそうしたかったのよ。でもそれはできないわ、キアナ。だって終焉の繭を見たければ、あなた自身も終焉の力を持たないといけない。特にキアナ、あなたにとってはあなた自身が終焉の律者になることを意味するのよ。でもありえないでしょ。終焉についての話をしてるのに死の話をしてるみたいね。どんな人も死後の世界から戻ってくることはできない。死という体験について語れる人はいないのよ。そういった比喩を使うなら、ヨルムンガンドは死を再定義しようとしているの。でも本当のことを言うと、今の死に関する話は所詮独りよがりの傲慢に。確かに私は夢と現実の境を行き来できる。でも時間と空間を乗り越えてあらゆる真実を見届ける能力はないの。まるで月で普通の岩となった終焉の残骸のように、孫子やあなたたちが背負うものによって二度と目覚めなくなる。私が広い星魂空間から抜け出し、この瞬間にここに現れることができたのも、ある先輩が道を作ってくれたおかげなの。先輩？ええ、先輩。一人の極悪非道な先輩よ。ブローニャが気になるのは別のことです。ケビンやブローニャたちの背負うものによってあの巨大な終焉が目覚めなくなるとはどういう意味ですか？皆さんが海の中の怒りだとするなら、孫子が背負う星魂計画はこの広い空を意味するの。あなたたちは地に足がつくけど、星魂はつかみどころがない。だけど最終的に解決しなければならない問題は一致してる。今の話し方は比喩的すぎたかしら。ヨルムンガンドの目的は
イデアの誕生を促すことじゃない。それはあくまで終焉を乗り越えるための命の形、人類が作った文明を背負うためのね。それってそもそも普通の人たちが終焉を乗り越える方法をヨルムンガンドが見つけられていないってこと？そう理解しても構わないわ。だってそれができるなら、この荒れ果てた月に集まってそれぞれの正義のために殺し合う必要もないでしょ。人類を覆して生活を破滅させるって角度から考えたら、あんたたちは終焉の律者と何の違いもないと思うけど。そうね、それが立場の違いによる差なのよ。文明とは何か、時代の入れ替わり、世代の伝承、異なる顔と似ている物語が入れ替わって意味がよくつかめない抽象的な、最終的には顔が曖昧になり物語が消え、あのイデアの種たちのようにはっきりとした個性のない簡略化した存在になる。そしてあなたたちとヨルムンガンドの論争は、そういう存在を文明の象徴にするか、それとも文明の本質にするかということにある。ブローニャたちはただ普通の生活を取り戻したいだけです。でも子供時代はいずれ終わる。そして大人は世界のために責任を果たさなければならない。同じ言い方で表現するなら、成婚計画は本当に最悪な責任の取り方だね。だけどその分公平なのよ。こんな話は聞いたことがあるかしら。自由と公平、人々はそのどちらかしか選べない。自由と公平は絶対的なものではありません。人々が成婚計画を受け入れられないのはそれが絶対だからです。それは一つの技術的な問題なのよ、ブローニャ。なぜなら、例えば成婚計画はその人が悪人でも、その行為が悪行でも、簡単には相手を文明の範疇から外さない。成婚は人類の歴史によって作られたあらゆる理念を記録する。その価値を問わずにね。人類の文明が良いものなら、成婚計画がもたらす変化もきっと良いものになるわ。たとえその時その良さを感じ取れる人が誰もいなくても。そんなことはないわ。律者だった人間も、デュランダルやリッス将たちも、もちみんな新しい世界で自分たちの生活を続けられるのよ。今はただ成婚計画が地球に変化をもたらすのを。でもそうね、唯一の違いを挙げるとしたら、新生した世界の赤ん坊は人類の子供のように成婚を通して、彼らは生まれた瞬間に世界ですでに知覚されているあらゆるものを感知できる。私の知ってる限りでは、それは多くの人たちが一生をかけて追い求める。人の成長は一瞬で成し遂げられるようなものじゃない。もちろん。でもそれは人類にとってはでしょ。成婚をソースコードにした命は最初から人類の肩の上に立つ。それがいわゆる文明の子供時代を終わらせるってこと。皆さん、私の自己紹介を忘れないで。私は人間ではない。成婚計画がこの世界にもたらした新たな生き物なの。私にとって生体で朴突としたイデアの種は、始祖鳥やアウストラロピテクスと大して違わないわ。さて、私に関する話はもうたくさんしたわね。あなたたちが物語自体ではなく人類の物語を守ろうとしていることを、それは私の存在のあり方とは大きい違いがあるけれど、あなたたちがどんな果実を手にするか、
例えば超えること自体を超えるとかね。それって別に深あなたたちは成婚計画の主戦場で最高の戦果を見せてくれる。私はそう信じてるわ。成婚計画の主戦場、地球？もちろん、あらゆる秘密の回答はこの塔に死んだ月ではなく、あそこにあるの。人類が成婚計画に束縛されてほしくないなら、あなたたちに必要なチャンスをつかめるならね。どうして私たちにそれを教えたの？あなたの立場からは考えられないんだけど。立場？あら、何か誤解してるようね。私がヨルムンガンドの成婚計画に協力したのは、少しバカバカしい取引があったからよ。どうやらあなたの物語も少なくないようですね。厳密に言うと、それは今の私のものじゃないの。とにかく、あなたたちの物語と比べると、そういう昔話には何の意味もない。メイ先輩、ブロニャ、どう思う？ボロは出してませんね。本当に役に立ちそうな情報もありません。確かに彼女の話に驚きはしたけど、実用的な価値はそんなにないわね。じゃあ残された疑問は一つだけかな。彼女は一体何を考えてブローニャたちにこんな話をしたのでしょう。やっぱりあなたたちの信頼を得るのはとても難しいみたい。そうよね。人類の立場的には、私の行為、そしてそれによって起こったことを考えると、それがもたらすメリットは確かに人類自身とはそんなに関係がない。理解してくれたならそれでいいけど。遠い昔にある人がこう教えてくれたの。心から相手のことを考えたなら、たとえ相手にとって良くない選択をしたとしても、いつか分かってもらえる日が来るって。こんな状況を作ってしまったのは、おそらく私がまだ人類のことを十分、あなたたちをもっと助けたら、私たちの間にある信頼はより鮮明になるのかしら。分かってるの。あなたたちは孫子と直接話がしたい。彼もあなたたちを待ってる。だけど交流したとしても、今の状況だと収穫は難しいで。それはどういう。どうしても彼に会いたくて、どうしても自ら窮地に陥るなら、その前に成婚計画による束縛を解いてあげましょう。メイ姉さん、精神の枷が完全に消えた。つまりブローニャも。
どういうことでしょう。リツシャコアがブローニャを拒んでいる。少なくともメイ姉さんの身にブローニャと同じようなことは起きていないようです。ブローニャちゃん大丈夫なの？ごめんなさい。今の状況を見る限りこれ以上は助けられないみたい。これは一体？あなたたちを束縛してた精神の枷を解いたわ。本来なら月に来る前の状態に戻るはずだけど、現実はそうじゃなかったみたいね。おそらく。問題の出どころはこの力の源にあるんだと思うわ。確かに彼女の言う通り、リツシャコアの拒絶を感じます。でも、今までこんな状況はなかったのに、一体どういうことでしょう。気のせいじゃないはず。きっとまだブローニャたちに内緒にしていることがあります。ブローニャ？大丈夫、ブローニャは平気です。むしろキアナ、メイ姉さん、二人は準備できましたか？もちろん。私が言うべきセリフじゃないかもしれないけど、今の状態でヨルムンガンドの孫子と向き合ってもあなたたちに賞賛はない。休養を選ぶなら私があなたたちに適した空間を作るわ。きっと孫子もあなたたちを待ってくれるでしょう。聖魂計画が地球を完全に変化させない限り。それでもあなたたちは今の状態で彼と会話をするつもり？あんたの言ったように私たちはできるだけ早く地球に戻らないといけない。それにここで休んだって私たちとケビンの実力の差は変わらない。むしろより舐められるかもしれないわね。そういうことです。なるほど、わかったわ。ならこのまま前に進みなさい。彼はそう離れてはいない下方にいるはずよ。孫子が提供する情報があなたたちの役に立てることを祈ってるわ。終わったのか？ええ、終わりました。わかった。私が何をしたのか気にならないのですか？私があなたに会いに来た時は少し驚いた表情を見せたのに。聖魂計画に対するドリームキャッチのサポートはここまでだと注意したはずです。あなたは一度も心配したことがないんですか？
その必要はない。ええ、その必要はないし、全てはトローなのでしょう。しかし人類にとって、そのトローにはそれぞれ特殊な意味がある。そうですよね。でなければさっきのあなたの行動は何のためにあるんです？それは一つの会話に過ぎない。下がってくれ。彼女たちが来る。別のことを先にはっきりさせよう。フカはここにはいない。フカ？彼女はこの世界にわずかに残った僕の戦友で、尊敬できる相手だ。しかし聖魂計画はそういうものを必要としない。だから僕のやり方でしばらく休んでもらっている。それってあなたが以前北アフリカでしたことをもう一度行ったってことよね。とにかく彼女が無事ならそれでいい。疑う必要はない。彼女がそうしたように君たちが戦いたいというのなら、僕はその要求を断らない。ケビン、私はあの歴史のすべてを知っているし、あなたから、これは決闘じゃなくて会話よ。質問しても構わない。ではまずはブローニャから質問します。どんな代価を支払っても人類は必ず崩壊に打ち勝つ。その代価には人類自身も含まれているんですか？君は何かを間違えている。断りの律者、人類は消滅しない。たとえ今の人類が存在しなくなったとしても、文明は伝承されていく。それは恐竜が鳥類に進化したことと何の違いもない。たとえそれが今の人類を絶滅させることになったとしても、どんな生き物も絶滅と停滞、どちらか一方しか選べない。人類も例外ではない。ライデン・メイ、君なら分かっているはずだ。この世には二者を両立させるプランなどない。もちろん知ってるわ。あなたたちは様々な代価を支払うことでようやくこの最悪の計画を得られたのよ。だけどケビン、この時代の私たちには何もかもが終わる前にもっといい答えを探す理由がある。キアナちゃん、ブローニャちゃん、委員長や私自身のことじゃない。この世界で今を生きてる人たちのことよ。かつての火を追う側、多数決の組織だった。しかしその結末は君が見た通りだった。それはあんたが勝手に人類の運命を決める理由にはならないよ。だが終焉が人類の運命を決めるときは理由すら必要としないんだ。そこまで言うならケビン、最も疑問に思ってることが一つあるの。終焉って一体何なのかしら。ある日、それは空から落ちてきた。地上の人々は仰ぎ見、
星空を目にする。互いのことをよく理解し合っていない文明同士は敵対しやすいという説がある。しかし先入観を除いて考えると、偶然出会った人々の間にはもともとそういう矛盾が生まれやすい。その自滅する傾向が知恵の原罪と言えるなら、孤独を恐れ同類を渇望する感情も宇宙というスケールで測れば普遍的なことだろう。だから星空の奥にこういう存在がいるかもしれないって想像してみて。彼らは私たちと同じように星に根を張り生きている。でも人類と違って彼らはより一歩進み、星と完全に一体化している。彼らの意志は大地の隅々に行き渡り、永遠に長く続いていく。互いの心には何の隔たりもない。仮にそういう文明が本当に存在するとしたら、彼らは何を願うと思う？少なくとも私から見れば、彼らはきっと同類を抱きしめたいと思ってるでしょうね。ああ、それが僕たちの時代が得た最終的な結論だ。終焉は地球のものではない。それは運命を操る機関で、何度も何度も人類の文明を輪廻させるんだ。その製造者が同類を持つために。つまりそれが成婚計画が必ず成功する理由なの？ああ、成婚計画は終焉の弱点に切り込み、拒絶できない方法でそれを支配する。それならブローニャはますます理解できません。本当にそれが崩壊に打ち勝つことになると思っているんですか？いや、もちろん違う。代価を支払って崩壊に勝つことこそが人類の課題だ。無論僕も人類だ、疑う余地はない。だからこそ期待しているんだ、君たちが全てを超えることを。この気配、まさか。文句はないよね。これが終焉の力だ。これに比べれば僕たちは地上の草木と大して変わらない。これは哀楽も疲れも知らない。全ては万物を輪廻させることで文明を再構築するためだ。まるで誰もが向き合う死のように、文明の頭上の高い位置にとどまり、僕たちのことを嘲笑う価値すらないと思っている。かつての僕はもう一人の挑戦者にこう言った。宇宙ではどんな地位も存在のあり方の制限を受ける。それは意志で克服できるような障害ではない。そして成婚計画を前にした君たちが挑戦するべき相手は、まさにそういう存在のあり方なんだ。行動を開始しよう。火炎バッケン。決戦の時が来た。全身ハッ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 ハ
律者の決意もこの程度のもののようだ。まだ終わってない。炎は消えない。炎はもう一度燃え上がるのみ。氷座標語遅い。結局、委員長と四季の律者が守ってくれました。疑似ブラックホールを使い時間を稼ぐ、それはベルトさんが月で使った戦術でしたが、確かに予想外の結果だけど、ただ時間を先延ばしにしてもあなたたちの追い求める道にはならないでしょうね。どうして人類はいつもこんな風に悲しく無駄な苦労をしようとするのでしょう。けど今の結果はそう悪くない。孫子には少し申し訳ないけど、知り合ったばかりの友人には自分たちだけの時間が必要だってそう思わない？あなたは。
と一緒に戦います。孤児院のみんなは元気かな。この世界の景色、懐かしい。ゼーレ、目的地に向かっています。異常がどんどん消えていく。なのにどうしてブローニャお姉ちゃんたちの気配を感じ取ることができないの？下で一体何があったんだろう。ここでただ待ってるだけなんて嫌だよ。この世界の景色、懐かしい。館長、ゼーレをどこに連れて行く気ですか？ここには誰もいない。そういえば、ヨルムンガンドの人たちもどこに行ったんだろう。の先生とかは地球に残ってるのかな。外の世界は危険でいっぱいです。ゼーレ、気をつけます。
に連れて行く気ですか？外の世界は危険でいっぱいです。普段の月はこんなに人気がないんだね。うん、そんな風に考えると確かに怖くなくなってきたかも。これ以上お姉ちゃんを傷つけさせない。外の世界は危険でいっぱいです。ゼーレ、気をつけます。待って、この先にいるのは、この気配は人間じゃない。できてなかったのに。でもこんなに長く消えてて。だから平気だって言ったでしょ。ちょっと厄介な相手と遭遇したから少し時間がかかっただけよ。何よ、私の実力を疑ってるわけ？私はゼール。ねえ、そんな風に泣きそうな顔をしないでよ。はいはい、私が悪かったわ。大声違うの。ただ
私って本当に役立たずだなって。バカなことを言わないで。怪我もなくここに立てているだけで相当でも本当に危険な目に遭ってないわよね。心配しないでゼーレ、何もなかったよ。でもつい思っちゃうの。私の力が強ければゼーレを見失うこともブロニお姉ちゃんたちが見つからないなんてこともなかったのにって。それにもういいわ、あなたってば本当に。どうやら私がちゃんと説明しないと、あなたは全てを自分のせいにするみたいね。実はね、強くて恐ろしい存在が私を連れ去ったのよ。すごく苦労してやっと彼女から逃げられたの。ここに戻ってくるのも大変だったのよ。だからゼーレ、もっと私に優しく。よかった、無事に帰ってきてくれて。え、ただいま。ねえゼーレ、強い敵に遭遇したって言ったよね。それこそ私が避難所からここに来た時にみんなの気配が消えたんだけど、もしかしてゼーレが言ってた敵と関係があるのかな。そう、あいつ私の同類だって言ってたわ。同類？誰？何者なの？ここは一体どこ？早く出てきなさい。出ないと痛い目に遭うことになるわよ。やっぱりあなたは彼女とそっくりね。彼女って何のこと？あなた一体誰なの？最後にもう一度忠告するけど、早く出てきなさい。出ないと一生後悔することになるわよ。はあ、本当にせっかちな子ね。ゼーレ、大丈夫？大丈夫よ。ここに戻ってくることもできたし、もう二度とヨルムンガンドの罠にはまったりしないわ。あいつ、私のことを勝手に天然のイデアだとか言ってきたのよ。それに、わけもわからないまま私たちを褒めてたわ。私に会いたかったでしょ？だからその願いを叶えてあげたの。珍しいわね、異なる魂と体を共有する人がいるなんて。あなたは知らないかもしれないけど、誰かに心を開くのって本当にあなたの敵になるつもりはないの。ただあなたと仲良くしたいだけ。とにかくあいつが小細工をしたせいで私はもういいわ。だからね、ずっとあいつに行動を制限されてたけど、なんとか隙を見つけてそこから逃げてきたの。そうやってゼーレのところに戻ってきたのよ。まったく、本当にわけのわからないやつだったわ。今度また私の前に現れたら絶対にひどい目に遭わせてやる。大丈夫、あなたが私のそばに戻ってきてくれたから、どんなことでも一緒に向き合える。あなたが戻ってきてくれたから。お、待って、どうかしたの？ゼーレ、今ゼーレの仲間たちが、そういうことだったのね。ゼーレ、急いで下に向かいましょう。わかったわ。
それは…バカ！吸い込まれるつもり？ブロニャお姉ちゃん…これは…厄介なことになったわね。